木村選手的にも、今朝こうやってお会いできると思います。And、I admire all of your work for Okinawa, and、I'm very glad to do anything that I can to assist Okinawa. 沖縄の人々のために皆さんがご発信なさっていることに対して、私は称賛をしたいと思います。そして、今日意見を交換したいと思います。So please, if、anyone has suggestions or ideas, I hope we can、share them. 皆さんからいろんなアドバイスとか意見を示唆していただければ、浅野さん、もう少し大きな声、あ、今後のゲストに返したい、はい、聞こえない、私はちょっと喉のガンをやってましてね、はい、声がなかなか出ない、マイク使いましょうか、すいません、お、すいません、マイクが大丈夫、坂本龍一さんと同じ病気なんです、すいません、かゆいとマイクがここないので、あ、できるだけまで大きい声でやります、先生の英語分かってんじゃないって、いや、大丈夫です、以上です、では先生、あ、まず、よくそしてお越しくださいました、ありがとうございます、伊波洋一さんと同じように、最近の沖縄の風で活動しております、沖縄の風を読んでいます、糸数恵子と言います、よろしくお願いします、カウンセラーです、うん、マイネームです、糸数、先ほど伊波さんがお話しあったように、辺野古 の県民大会の中で、同時に皆さんの映像が出てきたり、あとエリック和田さん、和田さんの映像が出てきたりして、座り込みをしている辺野古のおばあちゃんがいますけど、島袋海子さんの隣に近所に座っていただいて、メッセージ、リードメッセージ、はい、ありがとうございました。で、昨日はですね、沖縄から同じようにこの若い、メンバーとして頑張っているこの県民投票を成功させるために頑張っている本山仁志郎君が来ていまして、ちょうど浅野先生から電話いただいたときは真っ只中だったので取れなくて本当に申し訳ありませんでした。関空で。はい、すみません。この件については法務委員会でしっかり聞きますので、なぜこんなに拘束したのかという。I want to take the issue of your last night's case in the parliament committee of.Ministry of Justice、Affairs, Justice Affairs. You are a member なんですね。メンバーです。法務委員会のメンバーでいるので、入管に関して今までもずっと聞いてきたんですけど、とりわけそういう活動している人に対してね、一体何のためにこうやって滞在期間だとかいろいろあったんでしょうけれども、そうして拘束するのかというその理由をね、ちゃんと正したいと思います。This is very indecent, you know, action by the immigration officers. それから今ハワイの皆さんは和田さんも同じように本当に皆さんの活動というのが、今世界中にこの沖縄の問題が、辺野古の問題が辺野古だけの問題じゃなくて、日本全国あるいはその世界のとても大きな財産としてこの辺野古の海を守ろうというこういう運動のきっかけをね作ってくださっていることに心から感謝したいと思います。私も娘が3人いて孫が7名いるんですけど、やっぱりこういう子どもたちは孫のためにも、5人ですか、孫7名います、セブン、子供も3人で夫は1人ですけど、やっぱり今の活動はこの活動だけじゃなくて次の世代まで、その次の世代までこの活動がちゃんと受け継がれていくという意味で、皆さんのやってる活動というのが、ものすごく県民の私たちの
大きな勇気にもつながるし、次の世代にもしっかりつながっていくことなので、本当に良かった。もう一つはアメリカの国籍を持っている皆さんがこうやって頑張るということでまた意味があると思います。アメリカの US citizen is trying to fight for Okinawa. I appreciate you because you are, you have a US passport. なので、あの、うちなぐちもすごくお上手なのでやっぱり沖縄の血を引いてちゃんとそうやってアイデンティティをしっかり受け継げるっていうのは、梶原さんたちをはじめとしてハワイの皆さんが特に頑張ってらっしゃるので心から感謝しています。英語の方もマイク使ってください。ただ英語でも歌われるので、あ、そう、はい、まあ、そういう意味でも、あの、大変ありがたいし、沖縄の皆さんとも梶原さんのことみんな待ってますので引き続きよろしくお願いします。 We are waiting for your coming to Okinawa. 基地問題は基地問題だけじゃなくて人権の問題に関わっていきますので、まあ、そういう意味で This military issue, basis issue is not only a base, a military issue, but it's a human right now. Yeah. In fighting. Yeah, definitely. あ、私もそう思います。だから95年の少女の事件からずっとここまで引きずってこうやってきても解決していかない、日本の民主主義本当に劣化していると思うんですけど、でも、あの、しっかり声が届く、ぜひアメリカ政府にあのこれからもまた一緒に声を届けて辺野古新基地止めるまで一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。どうもようこそいらっしゃいました。先ほどもちょっとご挨拶しましたけども、私は、まあ、外交防衛委員会ということで基地の問題を参議院で取り組んでおりますが、まず、あの、梶原さんがですね、いろんな形でホワイトハウス署名をやっていただいて、そして、あの、大きな配慮を読んでいるということを、あの、感謝いたします。で、あの、で、あの、沖縄系 の今移民含めて海外に出ている人は今50万人ぐらいいるんですね。で、世界に、日本の国外に出ている日本人および日系の方っていうのは350万人ぐらいですから、7名に1人は沖縄系なんです。で、まあ、それでアメリカにも10万人ぐらいいるんですけど、そのうち5万人はハワイにいるんですね。そういう意味では、あの、南米北米を中心に一番多いんですけども、そういう中で、梶原さんが言うことだということは、あの、沖縄系の人たちにとても大きな影響を与えています。それから、世界の沖縄大会は5年に1回あの開かれておりまして、まあ、20万近くの沖縄系の方々が沖縄に来て集まるわけですが、あの、そういう意味では、この間の流れの中で、沖縄の世界的な広がりをのネットワークの中でこの沖縄の問題を、まあ、取り組んでいけるということ、取り組んでいただいたということについては大変ありがたいです。これは大きな流れになると思いますので、これからもですね、まあ、連携をしながら、ハワイの皆さんとも、あるいはアメリカの皆さん、そして南米の皆さんとも連携をしながら取り組んでいきたいと思いますので、どうぞこれからもまたよろしくお願いします。以上です。すみません、私も行かなきゃいけない。ありがとうございます。昨日平秘書も覚えていただいたとお聞きしました。どうもありがとうございました。ミスターロブ・カジワナ、メンソーレ、ウェルカム、お会いできて、嬉しく思います。昨日は、入管で足止めを食らって大変心配をしてみました。あの、
関西空港の入管に電話をして、梶原さん怪しい人じゃないし、僕が身元を引っ掛ける前席に多かった入国をさっさと認めてくれと喧嘩をしております。直接お会いするのは初めてですが、我々のインターネットの映像で辺野古のシュアブゲート前で梶原さんのお話を聞いております。私からはもう詳しく言いませんけども、一人の失わしとして梶原さんの勇気と行動を本当に心から称えたいと思います。辺野古問題は残念ながら今圧倒的多くの日本国民は無関心で、沖縄問題に無知で、その中にあって梶原さんを中心に世界的にアピールをしてくれたことに重ねて感謝を申し上げます。ありがとう。梶原さん、どうぞ。私の声はテリア先生や糸数先生や先生たちと一緒に辺野古のゲート前のインターネット中継、一緒に聞いて、おりました。12月に土砂が投入されて、沖縄の人たちはとても歯ぎしりしているところに梶原さんたちの取り組みを見て、やったぞと、やったぞというようなですね、沖縄県民の勇気が、本当に勇気を与える行動だったと思います。理科長老と言うんですよね。やったぞっていうのはね、理科長老って言うんだと言うんですけども、それが今県民投票に結びついて、辺野古に反対か賛成か、それは非常に勢いがあって、投票に行く人が去年のデニーさんの知事選挙よりもものすごく増えてるという勢いを出しています。これも梶原さんたちの県民にですね、与えてくれた勇気が形になって現れています。実は私は那覇の片隅のオロクっていう地域に出身です。オロクっていうのはハワイの移民が多いと、戦前から戦後にで、ヤゴーが、ヤゴーの家の名前ですね。ヤゴーがね、ハワイアっていうハワイの口、ハワイから、おじいさんがハワイアってヤゴーの
あのグラフの中にはあったりですね。あのだから普段からあの親しみを感じてるんですが、そこからですね、辺野古に反対する私たちと同じ気持ちを持った県警出身者がいるっていうことは、二重の喜びでした。今あの尾長知事がいつも方言で言っていたことは、うちなんちゅう薄えてなびらんろということでした。沖縄を、沖縄の尊厳を踏みにじるんじゃないよということを尾長知事言ってましたが、一方で尾長知事が言いたかったことは、沖縄県民は誇りを持とうというものだったと思うんです。沖縄70年、本当にあの米軍基地に苦しめられてきました。でしかし今ようやく、広がりがですね、梶原さんたちの取り組みもあって広がりが世界にも広がっている、国内にも大きな反響を持つ。私たちはぜひですね、基地のない沖縄を実現するために皆さんと一緒に頑張りたいなと思っています。表面も最後縛るよ。縛るよ。見えてる。縛らないやつ。彼から、そういうプレッションがあったり、今、今、政策に対応を見たりします。Talk about the young Uchinanchu generation. Embracing their identity, their Uchinanchu identity. And taking Okinawan issues seriously. In Hawaii, we are very aware that of the generational gap that is between the older generation and the younger generation. And we know that. We know that the older generation are really super spectacular.And we also know that the younger, much of the younger generation are not interested. So of course this is extremely concerning to us. But that's why my friends and I, my colleagues and I, we want to help change that. As you know, we still have a deep connection with Okinawa. And Uchinanchu people all over the world have a very special and important connection.で我々は沖縄の人たちと深いこう関心絆を持って考えています。 And it's a connection that is so special that not too many people in the world have this type of connection, I think. これはどうこの世界の他のところではあまりないようなそういうハワイの企業の人たちのコネクション連帯だと思います。So, I think it's actually difficult for a lot of Americans and a lot of Naicha to understand the special Sekai connection. Mm-hmm.
ていうのがあると思います。And so of course, you know, it's not about, we are not anti-American or anti-Japanese or necessarily anti-military. We are simply pro-Uchina. So, we really just want to help protect and promote the rights and well-being of Uchinachi people all over the world, including Okinawa and Hawaii and elsewhere too. Uchinachi だけじゃなくて、ハワイ、そして世界の人たち、沖縄の出身の人たちの権利を守っていくということです。So, although we have not yet received a response from the White House, we have support from other US government officials.まだホワイトハウスからは、その嘆願書、請願書に対して回答はまだありませんが、米国の議会の議員の人たちからいくつかの反応があります。So, I cannot officially say the details yet because it's still a work in progress. その細かな内容については今まだ、進行中なので、ここで公式に言うことはできません。But it appears as if quite a few prominent members of Congress, the U.S. Congress, will be supporting something to help protect the rights of Okinawan people. しかし、ここで言うことは、かなり多くの著名な米国の議員の国会議員の人たちが沖縄の人たちの権利について。助けたいということを言ってるということは言えます。Also, we have sent the petition to the United Nations because, of course, America has not yet responded and not yet responded, and the landfill is continuing. So we took the next step and we sent the petition to the United Nations.我々はさらにですね、ホワイトハウスだけじゃなくて、国連に対して、アメリカ政府、そして日本政府が、沖縄の人々の声を聞かずに、抗議を強行していることについて、国連に対して、提案を、今、送りました。提案書。Yes, and we have also filed a complaint with the United Nations Human Rights Council.それから国連の人権委員会にもその我々の状況について報告しました。So we are confident that over the next coming weeks and months that we will receive official support from members of the U.S. government as well as from the United Nations. 私はですから、数ヶ月のうちに、先ほど国連国会議員と私はしたんですが、国会議員とその米政府の当局者、高官の人たち、そして国連から、この辺野古問題について、何らかの、 その態度表明というか、返答があると思っています。もしできたら、シェアしたいことがあります。今回、京都さんの、保育課の企画をしてます、テリア・レナと申します。昨日は、テリア監督議員がお電話いただいて、ロンさんが日本に来ることができて、本当に感謝してます。皆様、動いていただいてありがとうございます。今日今シェアしたいことは、今朝法務省にうちの夫が戦場ジャーナリストのしばれなんですけれども、2人で電話をして、それをもうすぐ記事に出るんですけれども、
その中で問題のポイントを共有したいと思いました。と言いますのは、司馬さんの記事の中でも出てきますが、まず昨日のロブの話を私聞きました。複数人の人に取り囲まれて、必要にデモに出るのか、何のために来たのか、どこに行くのかということを聞かれたと。そしてその後別室に移されて、さらに質問が続いたと。で今朝私法務省に確認しましたが、部屋が動くということは二次審査みたいなものになっているということで、通常その二次審査というか二次捜査というかは、通訳と一人担当者とロブさん、その3人だけなそうなんですよ。だけどロブの話は複数人に取り囲まれたということで、これはイレギュラーな状況じゃないかと思いまして、その法務委員会の糸数先生と照屋監督議員と上峰さんがいらっしゃるこの場で、本人から昨日の状況をもう一度確認して、事実を確認した上で、ぜひ国会の中でも法務委員会の中でも検証していただきたいと思っています。で、私も先ほど、法務省に今回の主催者として大変遺憾であるということと、昨晩本当にストレスを感じてすごく怖がった状態で来日しまして、本当私心配をしました。で、こういった精神的苦痛を何の根拠もなく与える、というのはどういうことなのか、誰の責任なのかを問いただしました。そして彼が言ったのは、テルヤさんからの電話の後に対面した、尋問してた人間が、私たちはこういうふうに君を、問いただしたくはないけれども、私のボスからの命令だったのでしょうがなくやったんだと言ったと言ってるんですよ。ボスとは誰だということと、今回の責任者は誰だということを司馬と問いただしました。それは、関西空港の入国管理局の、管理、そこの官庁というんですか、管理ヘッドなのか、名前も聞きました。後でシェアします。もしくはその上の指示があったというのであれば、どういった経路で誰が指示を出したのかということを確認して、ロブにこのような精神的苦痛を与えたことをきちんと私は謝罪してほしいなと思います。なぜなら今彼が言った通り、彼は本当に大切な人間で、アメリカ政府の中でも正式なコメントをもらえる立場に今ある方で、本当であればもっと VIP としてもてなすというか、正式にお迎えするのが筋であろうと思います。それが最初の2時間がそういった屈辱的な時間だったということは許すことはできないし、こういったことを放っておいてはいけないなと思います。同時にこのことを大きく、昨日琉球新報さん、沖縄タイムズさん、琉球朝日さんも夜まで電話で取材していただいたんですけれども、報道して、またヤフーニュースも今日出るんですけれども、こういった形で発信をすることによって、彼が今集めている署名、今は21万筆でちょっと票が落ちているんですけれども、もう一度そこにも注目してもらって、36万筆集まったら全米1位ですから、沖縄のことを全世界から見てもらうきっかけをする。今回坂本龍一さんからも公式なメッセージいただいてますので、報告いたします。またブライアン・メイさんの事務所にも正式にコメントをいただきたいやり取りをしてましたので報告します。こういったことで沖縄のことが全世界から注目されるといったイベントというか流れを作りたいと思います。まずは貴重な場なので、本人にどういった経緯で何が起こったのかというのをできたら図とか書いたりしたシェアしたらいいのではないでしょうか。